ずっといい予感しかしてこなかったのに。そんな楽天家な私なのに嫌な予感がする。なあ、おい。このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねえか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。いいけど何を。ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない、それだけさ。おー、じゃああれだ、絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる、それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってた。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？世界的に有名なんだけどさ。オーキッド？あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場版とギャッヤグレーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。違うよ、なんだよそのテンションの変わり方。それにヤイヤグレイボドドドドーって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやいや、なんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイヤグレイボドドドドーって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソーぐらいは言うかもしれないけどさ、それほとんどギャイヤグレイボドドドドーじゃねえか。いやいや、クソーとギャイヤグレイボドドドドーには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先席なんで譲ってあげましょうよと、おめえいくつなんだよそこどけーぐらいの差がさ。あんま変わんないじゃん。すっげえ違うよ。おめえ X なんだよ、速度ゲーより上あるか。あるよ。一生座るな、死ぬまで立ってろ、死んでも立ってろ、仮装して埋葬されると思うな、塗装で縦に刺す。あったー、死んでも立て、寝たい、死んだら横になりたいだろ。で、納得するか？ハッカー集団の説明1ミリ単位とも進んでない。オーキッドの話させろよ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場版とギャッヤグレイボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。コピペしたみたいに最初のセリフに戻るな、怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこギャーギャーうるさいぞ。ギャーギャーなんて一言も言ってねえよ。ギャイヤグレイボドド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 ドー、魂の叫びなんだよこのクソが。何あの人、司令官に向かってなんて言葉遣い。いやいや、
周りが引くほど切れるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。お前そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもないやつに話しかけちまったよ。ん？何の音だ？全員防衛体制移行してください。防衛体制？なんだ、戦争でも始まるってのか？そうなんて経験したことないぞ。おい、マイペースだな。司令官、防衛体制って言ってたけど、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。急だな。どうした？出撃だね。七瀬、状況は？キャンサーの軍隊が先ほど第二次防衛ラインを突破、30分後にはこの基地へ到着すると予想。敵の総数はさほど多くありません。哨戒部隊だけで対応は十分可能です。そういい機会だから、あなたたちに後方支援をしてもらおうかしら。急いで出撃準備を整えて。私ら？嘘だろ。ん？あの人誰？それすら聞いてなかったのかよ。セラフ部隊を統括する手塚司令官だよ。時間もないからすぐにブリーフィングを行うわ。よく聞いておくように。残念、私は群れるのは苦手でね。勝手に行動させてもらうよ。人類の存亡がかかってるんだから群れろよ。一つになる時だろ。柄じゃないんだけどな。いいからいいから。で、出撃って？そのままの意味。これから出撃して敵を足止めしてもらうわ。みんな無茶な。安心なさい、私も近くで指示とサポートをするわ。万が一の時はすぐ助けられる位置で。では出撃。あなたたちで最後みたいね。急ぎなさい、この先に集合地点の橋があるわ。ついてきて。一体何が起こってるんだ。展開が急すぎるぜ。とりあえずついていくしかないみたいだな。軍隊は現在第三次防衛ラインまで近づいています。準備はいいですね。いける。急に動員されたってのにもうやる気かよ。すげえなお前。ではご案内します。随分と寂れた場所まで来たな。安心しなさい、ここは激戦区ではないわ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。って、あれはもしかして。注意して進みなさい。なあ、向こうにいるのって。
れがあなたたちの敵キャンサーよ。データでしか見たことなかったけど、目の当たりにするとでけえな。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい。立ち向かう術を教えるわ。あなたたちはセラフと呼ばれる武器を扱えるようにすでにこちらで手配済みなの。あとは電子軍人手帳を天にかざし、セラフィムコードを口にすればいいだけ。それぞれのセラフがあなたたちの元に舞い降りるわ。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきたな。セラフィムコードはそれぞれの電子軍人手帳に記載されているから、取り出して確認しなさい。まずはこうかざして、私のセラフィムコードはこれか。ハローワールド。なんだ、ブラックホールか。そっからなんか降りてくるぞ。武器のような形をしているな。すごい冷静だな。すげえだよ。その通りだけどさ。それがあなたたちの武器、最終決戦兵器セラフ。私のセラフィムコードはこれ。私の伝説はこれから始まる。出てきた。なんだよそのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに操れるはず。行動開始。
んな感じ。こいつはなんか手応えがある。ルカちゃん、あ、もしかして私って天才？みんなは無事？総員無事です。それは何よりだわ。なんだかロックなことになってたな。ロックどころじゃねえ、いきなりの実践で命がけだったわ。キャンキャンうるせえやつだな。普段もっとうるせえ音楽聴いてんだろ。変なところで冷静だな。感心するな。突然でびっくりしちゃった。お前一番活躍してたやつじゃないか。すげえノリノリで戦ってたような気がしたんだが。でもこうしてみると美人。お二人ほどでは。謙遜しちゃって。まあそんなところも可愛い。いやこうしてみると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。朝倉カレン、 FPS 系のゲームが得意なだけの普通の元女子高生。それが実戦でも役立ったってか。だと思う。ね、今のが敵ってわけ。ああ、NASA が世界中で確認した14の飛来物から湧き出てきた地球外生命体だ。私たちオーキッドが掴んでいた情報によるとな。へえ、そっちのオーキッドもすげえんだな。そっちはうるさいだけだろ。そんな情報通だと消されるわよ。あんたは？名前言うわけないじゃない。だって諜報員なんだもの。東条だよな。なぜそれを。さっき東条と呼ばれて返事してたから。やるわね。いやすごいイージーミスだから。諜報員だったらこの状況のことちょっとは知ってるんじゃないか。本当の声を聞かせておくれよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞。そこからキャンサーと呼ばれているわ。いやここはカニしゃぶだろ。残念、食べられないわ。何に対して嫌って否定から入ったんだ。カニか、食べたいの。それもカニ式がいいから。それ誰が言った。いや誰も、私が思っただけ。ちゃんと述べろよ。頭おかしいやつみたいになるぞ。デペリンか。なんだそれ、流行ってんのか。初めて口にした。続けていい。ああ。なんだこの不思議な遠回りは。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていたけど、その寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフ。セラフを使うことでなんとかキャンサーを水際で食い止めることに成功。ここから人類の反逆が始まろうとしているの。その象徴となるものが基地に設置された人類残像メーター。これは日本に今生き残っている人々の数を集計したもので、時計塔に表示されている。もともと1億2000万あったはずの数値も今では800万ほど。この数値がゼロを示した時が人類の完全な敗北を意味するけど、裏を返せばこの数値が増えることは人類の復興と同義。キャンサーを全て排除し、この数値を1億2000万まで戻すことが私たちの最終目標よ。さすが諜報員、詳しいな。さっき司令官が説明していたのを繰り返しただけよ。私もさっき初めて知ったわ。びっくりしたわ、たまげたわ、軽く度肝を抜かれたわ。有能そうで有能じゃない。どうしてその最新の兵器であるセラフを何の経験もない私たちが扱えたのかしら。とにかくもっと調べないことには謎だらけね。それだけは言えるわ。それしか言えないんだろう。新入隊員と見受けられるが。うわ、貴族のような人が現れた。前線で戦ってくれてた人だろう。後方支援してくれたのは
お前たちか。いえ。なんで嘘を言うんだよ。私は頑張っただろ。実感がなくてさ、まるで漫画の世界みたいだったじゃん。まあ気持ちはわからないでもないけど、間違いなく現実だったよ。ほう。今期の新入隊員たちはやるみたいだな。行くぞ。うん、やるじゃないか。見込みはあるな。何今の個性派集団、どちら様だったの。先輩方らしい。ここに長くいるとあんなになっちまうのか。威圧感がすごかったわね。でも先頭の人はなんだかかっこよかった。